にちは、塗り替え道場の寺西です。今日はですね、戸建ての洗浄を行ってます。で、今堀井くんっていう前も動画でちょくちょく上がってたんですけど、その子が今ちょっと洗浄やってるんで、ちょっと突撃したいと思います。お疲れ様です。今何してるんですか？洗浄です。ん？洗浄です。洗浄？はい。洗浄はなんていう、どういう作業なんですか？壁、差し回り、窓の汚れを落とす作業です。ああ、なるほど。はい。キラーンってなってるよ、はい、キラーンってなってるよやめてですね、あはんとか言ってやめて。まあ、のりくん、はい、洗浄今何件ぐらいやった？3件目です。3件目、はい、どう？大変？楽しいです。楽しい、はい、冬場寒いよね。冬場は寒いです。カッパこうやって来てね。新品じゃないこれ、カッパ。めっちゃ弾いてるよ水。はい、まだ2回しか来てないです。そう新品だじゃあ実際ちょっと洗ってもらっていい？うん、はい。どうですか？どうですかって汚れって実際そのこうやって今洗ってますけど、はい、目に見える汚れと目に見えない汚れってあると思うんですよ。そうです。でよく差し回りとかこの上とか、はい、まあ、入念に僕ら洗って洗ってって言ってますよね。はい。これなんで入念に洗うか分かりますか？差し回りにホコリがついてると、うん、養生するときに、うん、養生がつかなかったりするんで。ああそうだね。はい。結局はここにホコリとかね溜まっちゃうと、養生せっかくきれいにライン出しても後からテープが剥がれてペンキがくぐっちゃってラインがね、はい、汚くなっちゃうとかなるもんで、はい、あとまあ壁に関してはこれサイディングボードって今これ建物の外壁がよくあるんですけど、前の塗料が死ぬとチョーキングって現象が起きるんですよね。はい。チョーキングって分かりますか？分かんないです。前の塗料が紫外線とか雨とかで焼けてっちゃって、そうすると粉吹くんですよ。よく壁触ると軍手とかにそう色つくじゃん、はい、それをチョーキングって言うんだけど、はい、そういうのもこの高圧の洗浄機で落としてるんだよね。はい。結構強いもんねこのガンも。強いですね。普通に体にバッて当たっちゃったりするとおってなるもんね。反動も結構あらへん？あります。耐えれる普通に？ちょっとでもクイッて反動が来るね。今はだいぶ良くなりましたけど、うん、最初の方はホースが暴れとったもんね。反動でホースが暴れとったし、のりくん洗浄して飛んでちゃったもんね。ヒューって。そうっすね。これ建物一軒さ、今二人で洗ってるんだけど、はい、どれぐらいかかる？一日です。一日かかっちゃう？はい。あ、窓これ洗った後は、はい、窓ガラスもやっぱ洗ってるんだよね俺ら。はい。でよくさ、その掃除がね、はい、みんなお正月とかに大掃除とかお正月前とかにするけどさ、はい、このレールのさ、これ苔とか、そう、これってさ、多分家の中から洗うのすごい大変なんだよね、はい、こういう汚れちょっと見えるか分かんないんですけど、苔がこうやって溜まっちゃうんだよね、はい、でもそれを家の中から掃除しようと思うと大変だけど、この洗浄機使ってさ、洗ってあげれば。いきます。うん。こうやって綺麗になるんですよね。こうやって僕らは、まあ、基本洗浄って言って塗らない部分もこうやって一応気にかけて洗ってます。ルールで、まあ、窓のこの上のサッシだけは下から上に水当てちゃうとね、くぐっちゃうから水が、はい、ね、そうしたらカーテンとかもね汚れちゃうからね、気にしてるよね。あとは換気フード、はい、換気扇のフードとかもなるべく下から水入れずに、なるべく中汚さないようにやってますね。はい。なんかあと注意するとこあります？注意する、洗浄してて注意しなあかんところ、のりくんが思う。うん。ここに網戸とかがあるときは近づけすぎると網戸破れちゃうんで、足が強すぎて、うん、それでちょっと離して
スパ。スパ？スパって。緊張しますか？緊張します。何本撮っても緊張します。この前も撮りましたけど。あ、そう。社長来たやつ？ピコピコハンまで。叩かれた？はい。それピコピコハンまで叩かれると出世するって噂だよ。本当ですか？うん。やったね。頼んどかなかね、また。また頼んどかなかんね、叩いてって。そうですね。M みたいな感じ。やめて。まあそんな感じで今洗浄してます。もうめっちゃふざけてるじゃん。慣れとるじゃん普通に。慣れてないですよ。慣れとるじゃん。はい、今日は、西区戸建ての高圧洗浄の紹介でした。じゃあまた見てねー。